セリーグ、気づけば3割打者が3人になってしまう。パリーグのことあんなにバカにしてたのに。関根最近冷え冷えやもんな。細川、なんとか3割キープしてほしいな。大竹を超えと、現役ドラフト成功の象徴やし。秋広が3割のまま、規定乗るかどうかやな。外国人がヤバすぎるわ。OPS700 くらい、あったら当たりの部類やろ。阪神ファンが、ノイジーに 1.8 億なんて、もったいない、とか言ってたけど、日本円の 1.8 億なんて、インフレしてるアメリカじゃしょぼすぎるからな。ろくな選手来るわけない。パワー、ソフトバンク、牧原がもうすぐ規定乗ると、おそそそそうになる。宮崎強いから、岡本の三冠王はきついか。なおパ、